平子さん腰言わしてるんですよ。もう仙人と言われてるよ。腰に特化した仙人。ドライブトークじゃないですか。はい。何の話してる。アルフィーチャンネル。どうもアルピーチャンネルです。お願いします。お願いします。さあ今回ですけれども、はい、もうすでに車の中乗っております、うん。ちょっとね、最近まあ平子さん腰言わしてるでしょ。腰を痛めましたね。痛めてますよね。はい、少し前に、このチャンネルで、バドミントン対決企画が予定されてたんですけども、まあ、僕の腰痛で急遽ね、トークベースの企画に変わりまして、それでやっぱりたくさんのお声いただいたのが、バドミントン対決見たかったよと。いや本当ですよ、まあ、今後だからまあこのチャンネル以外にもね、テレビとかでもこのままなんか体を動かせる企画できないんじゃないかって平子さんのことを心配しておりまして、ほう、ちょっと今日はですね、なんかとんでもね、腰の痛み治す人、そんなピンポイントな人マジでいるらしいんですよ。仙人と言われている。いやもうなんじゃん、もう怪しいワード。腰に特化した仙人。しかも千葉の山奥にいるみたいです。めちゃくちゃ遠いんだよこれ。これね、都心から110キロぐらい行かされんのよ今日。いやでも本当にマジで結構本当すごい人らしくて、いやもう多分都内にもいると思うんだよね、上手な人。この人だったら直せるっていう。でもこれ一つ怖いのが、治っちゃった暁に、バドミントンやらされんじゃねえかってなる。これ考えたもん、もうテレビ千鳥だったらどうするんだってバドミントン企画、あの二人ならどうするかってちょっと考えたりしたもんね。確かに、そのシミュレーションでもやっぱうまくはいってなかった。ということで、だから今もう千葉のとある場所へ向かっておりますので、はい、それまで一応まあドライブトークじゃないですけど、はい、していこうっていう話です。腰いつ頃から痛いんですか。腰はでも、まあ、ここ5、6年、痛い時と痛くない時、はいはい、再発するのはやっぱりそれを繰り返してる感じ。治ってはまた痛めて。どういう痛さなんですかそれ。鈍痛。あー、やだな。腰が痛いのか背中なのか、首の寝違いの腰盤みたいなやつ。うわー、すげえ嫌じゃん。めっちゃ嫌だ。背でかいとやっぱ腰く言わしちゃうからな。そう、俺なんか背高い上に体重が乗ってて、運動もしてない、ジムとかね、この年齢から行くのって多分正解なんだろうけど嫌なんだよ。ごつくなっちゃうしね。逆にとことんもうそっちに振り切ってみたらマジでごつくなっちゃうんですよ。丸くて大きな筋肉がついちゃうの俺。あ、あがきじゃないけど、どっかでやっぱ MC とかやりたいって思ってるのよ。いねえじゃん、そういうレスラー体型の MC みたいな。そうですね、ワンポイントでボンジョビの曲流れて出てくる人じゃないですかね。そう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 。これまあ最近なんかちょこちょこね、このマスクの機会増えてるんで思ってる方いるんでしょうけど、俺と酒井のマスクお揃いなんですよね。え、本当だ、同じでしょ。本当だ、これね、あの同じ場所からのいただいたものだからそうなっちゃってるっていうのだけお断りしとかないと。ニューエラからね、そういただいたやつ。ニューエラ、このマスクめっちゃいいから。めっちゃいいんですよこれ。めっちゃいい、ちゃんとしてるしね。中地もちゃんと、あの今ダチョウさんのマスクも作ってらっしゃいますから、ニューエラさんは。いやーって書いてあるんですか、ダチョウさんのグッズ。はい、もういらないですね。あの前回だから俺が腰言わしてね、体育館でトークベースになって、今まで見てきた女性芸能人綺麗な人ランキングベスト3やったじゃないですか。はいはいはい、あれ番外編じゃないけどさ、俺ちょっと前に、
ももクロの4人とお仕事させていただいて、全員めちゃくちゃ色っぽいの。いや、わかるな。わかる。最近何の CM だっけな。あ、そう、CM、そう。めっちゃ女になったんだよ、全員。そう。めちゃくちゃ色っぽい。可愛かった。女のなんか色気まとったなって感じ。わかるわかる。CM 見たらすっげえ思った、あれ。元気な女の子の、あの側面ももちろん保った上でね。うんうん、昼原宿、夜銀座みたいな二面性じゃないんだけど兼ね備えてんだよね。綺麗だったな。ちょっとなんか緊張しちゃったな。ちょっと好きだな。でも山崎ひろなちゃん、インスタ上げてくれてましたよ。え、どういうこと？あの、RP チャンネルで、言ってくださったみたいな。あ、届いたの？本人に届きましたよ。タグつけてくれたから俺も気づいたのかな。あ、そうなんだ。そうなんですよ。へえ、なんかそこもいいわ。めっちゃいい。俺らがあんなルックスに生まれたらそんないちいち反応しねえじゃん、多分。あ、なんかまた言ってるわ、でいっぱい言われてんだろうけどさ、反応してくれんのかわいいな。もっと好きになっちゃう。でフォローとかもしてくれて、わかんないけど、なんかあれを背脂ラーメンとかあげちゃダメよ、もう山崎ひろなに見られてるって意識を持ってさ、朝ヨガとかさそんなのしなきゃダメよ、多分。アルピーチャンネル。俺あれ出たいんだよな。なんすか？グータンヌーボー。男の子行く会ないんじゃん。ないか、みんな女子。僕らの時代になりますよ、だからそっか、男子会があってもよくない。あ、確かに。どこかやったら面白そう。坂上がってく道をさ、来る時に服のブランドとか出るじゃん席も決めんのね、一番最初の人だから。どこかな、最初か。え、奥はそっか、神座芸能界は可愛い子しかいないからさ、綺麗な人とか、いつもの俳優さんとか女優さんとか、朝起きて鏡見た時に、今日も綺麗な顔って思うよねいや、思うと思うよ。なったことないから分かんないけどさ、俺らがたまに街中出て、ショーウィンドウにうっすら映った自分、すげえ調子いい時あるじゃん、あれの100倍が毎日ってことでしょエロ動画とか見ててスマホを一回真っ暗になった時の絶望の自分の顔ってもうないよ、あの顔。あの下のアングルから二重箱になってさ、ダサいだもんな。なんかどう書くんだこのダサい状況すんげえ言葉出てくると思うんだよな、多分。そこには首とが映り私を見ているいいが昔のいいでこの動画をアップされてる頃にはもう R1 の優勝者とかも決まってんのかな。お、知らない。あ、マジっすか。若い人たちが多かった、知ってる人ももちろんいるけど、あれユリアンも残ってた。あれユリアン残ってた。ユリアン面白いもん。ザ・ W のさ、ユリアンのカツオめちゃくちゃ面白かったんだけど、俺だからあれ、俺らが話すことじゃないけどさ、まあ、賛否両論あって、あるらしくてね、あのネタがもうよくわかんないと、面白さわかんないっていう賛否のピの部分でさ、こればっかりはどうなの、俺らの感性、アンテナビン立ちっていうつもりじゃなくて、あれ面白いよね、面白かった、めちゃくちゃ面白かった、めちゃくちゃ面白かったよね。俺ちょっと笑いの時代変わったとすらちょっと思ったよ、あれで。だから悩んでんのが、最近冬場、冬用の服なんか買うわけじゃん、コートとか、俺役者コート、黒の、マントみたいなやつ、あれちょっと買おうか悩んだことあったもんね。ハットこそかぶんないけど、やっぱやめたね。でもね、危ない危ないって、急に有吉さんに寿司誘われた時これ着てたらどうしようって誰が一番最初にあれ着たんだろうな。誰なんだろうね。高幸くんかな、やっぱ高幸くんか、しゅんくんじゃないの、やっぱ。
まあ、そことはまたちょっと一線を画した須田ラインもあるわけだ。あ、そっか。今確かに古着の新たなねラインがありますからね。喧嘩したらどっち強いのかな。須田？須田ラインと あのマントラインの俳優10対10でせーの でぶつかり合ったら。クローズだな、もうね普通に。クローズ来ないな俺。ああちょっと待ってんだけどね。リンダマンとまでは言わないけど、なんかパワー系の強豪としてさ、はいはいはい、使われてもちょっと覚悟してたんだよね本当に。5年ぐらい前から来るぞって多分、うん、来ないんだよね。次じゃないですか、もしかしたら3とか次の分かんないけど、俺多分その時45とかだよ。学生服着てそう。おらでもなんかギリいけそうな気もするけどな、まあまあ、俺やっぱあれがいいわ、山田孝之君の2ブロックにしてロン毛にしてとかさ、しゅん君とかみたいに。マジでかっけで後ろで束ねる、喧嘩の前に、で中にボーダー着て、で廃車、壊れた車の上に座って足投げ出して、俺想定してんのよちゃんと全部役作りもバッチリなのよ5年前から。であんま喋んないの。めちゃくちゃかっこいいやつね、主役の人ですよもうそれで。みんなうわーって喧嘩してるんだけど、かったりいなって感じで、なんかいつも駄菓子食ってて、うわーってあくびして、いやリンダマンも入ってるけどそうだったけど。でボーンって吹っ飛んできたやつが、を俺がひょいって投げたら、7メートルぐらいでリンダマンなファンタジーみたいになってきちゃう。オーバーエイジすぎますよ平子さんが。さすがに先生役とかじゃないとやっぱ成立しないですよ。先生でそういうのも新しいからな。平子はってなんかピンチの時に俺がゆっくり歩いてきて、バーカ先生つけろって言ってんだろスーツバーって上着脱いで相手の拳にぐる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 って巻いて超パンでガーッで、よく話聞いてたら20何年前の初代の番長、伝説の伝説の番長の話してるそう、そろそろすよ。えん？この辺？この辺？おお、待って。めちゃめちゃ田舎だもん。遠くに来たな。来たよ。だいぶ。駐車場広？無料これ？無料ですね、多分。着きました。とりあえず。千人っつうんだったらもっと山奥でいいんだけど。ちょっとだけね、ちょっと民家は、なんか大きめの国道とか見えるのがちょっと気になりますけど。普通の家？あれ？これだ。失礼しまーす。え？もう落ちて？マジで？嘘でしょ？チャンネル登録よろしくね。